ボールがこのように左に行ってしまうフックボールについてです。でフックボールの基本的に左に曲がってしまう原因としては、まずフェースの向きが左に向いて当たってしまっていたり、軌道が左に動いてしまっていたり、あとはフェースがこう被りながら当たってしまうっていうような状態だと思います。でその原因としては主に、グリップですね。グリップがこう回ってしまって、回りやすいようなグリップを取っているっていうことと、あと体の回転が、合っていないっていうことになります。で大体の人がグリップをまずこう斜めにこのように握っていますので、最初はこう右に行っちゃうような握り方なのですが、それをだんだんうまくこう返せるようになってくると、このフェースの向きの移動が多くなってしまいます。ですからこれでまず引っ掛けが出やすくなるっていうのが一つになります。であとは体のタイミングが早く回りすぎてしまっているっていうことがあります。そうすると体が当たり前ですけど、アドレスで構えたこの状態で当たればまっすぐ飛ぶのですが、この向きがこのように左に向いてしまっていますので、飛ぶ方向も左に行きやすくなってフックっていうような状態になります。ですからまず改善する点は、左右対称にグリップを握っていただいて持つっていうことが大切です。そしてあとは体の回す量が一定して多くないと、手の回る量が多くなってしまいますので、体をもうバックスイング側からフォローまでしっかりと同じ分量回してあげる。そうすると手の向きっていうのはあんまり回りにくいので、左に行く状態が少なくなります。どちらかというと体を止めて手を回すと、このようにやはり左に飛びやすくなってしまいますので、なるべく体をバックスイングからしっかりフォローまで同じ分量ちゃんと動かしてあげるっていうことと、あとグリップは斜めに握ってねじれやすい状態にしないで、左右対称のねじれにくいグリップで握って打ってもらうっていうことが大切だと思います。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。